まあ、一番嫌だなと思うのがその人と同じじゃないと嫌だっていう、あそういう主観的なところ、もちろんそうじゃない人もいっぱいいるけど、もうやはりそういう圧力、日本の社会の中に、やっぱりだから今の子供たちの問題にしてもそれ大きいと思うんだけど、その他人と違ってて当たり前というふうにはまだなってないですよね。まあ、未だにこう事故は続いているわけですけども、その流れを見ていてもですね、やはりどうしても命よりもお金が大事というような社会になっている。で、確実にそのお金の方が大事と思う人たちのパーセンテージがかなりあるという国になってしまった、あるいはもしかしたらずっとそうだったのかもしれませんけども、でもそのやっぱりまあ、人の倫理と書いて人倫という言葉があってですね、あるいは徳とかっていう言葉があってですね、昔の日本人は、僕が知っている昔の日本人っていうのはそういうものをね、重んじる人が多かったと思うんですが、それは随分変わってきてしまったなというのが、まあ、とても残念なところですね。完全にこう外からのインプットがなくて何かが出てくるってことは僕はないと思うんですけどね。リミックスっていうことはなんかちょっとマシになるとオリジナルじゃなくなる可能性だってあるわけじゃないですか。いや、完全のオリジナリティっていうのはこの世には存在しない、うん、それは例えばアインシュタインの相対性理論でね、ニュートンがいなかったら絶対にありえない、そういう感じで、例えばマッハがいて、モーツァルトがいて、ベートーヴェンがいて、ブラームスがいて、クラフトワークもあり、ビートルズもあり、でそういうものとこれは全く離れた関係のない、あの純粋なオリジナルのものっていうのは存在しないんです。一つのメロディーとか一つの音楽の中に
本当にある個人が作ったって言えるところがね、言える部分がね、何パーセントぐらいあるだろうかってよく考えることあるの。よくっても5%ぐらいだと思う。5%、ね、95% は伝統、過去の伝統。そこでもう95の方を何かみたいなとか、そういうことで安心する、そういう方がヒットするんです残念なことに。僕はそのさっきの5のところに興味があるので、面白い方を、面白い 5% の方を常に自分にも新鮮なっていう感じかな。多分分類したら愛国者に入ると思いますよ。十分僕は日本のことを憂いているし、日本のサンガを愛しているし、日本の音楽も大好きだし、日本人も好きだし、日本が長く培ってきた文化も大好きだし、放射能の基準で適用したら避難させなきゃいけない人が何百万人かになっちゃうから、基準自体を上げちゃってそこにいろっていうことでしょ。これって命とお金とこう天秤かけてお金を取ってるってことじゃないですか。お金の方が大事だっていうことの話ですよね。もし本当に人間の命、国民の命、子供の命が大事だったらば避難させるべきですね。
国が。本当に国を愛しているならね、お金を愛してるんだったらしょうがないですけど、お金よりも国を愛してるんだったらですね、そう怒るべきでしょう。